86のレクシントンアベニューです。懐かしいよ、はい、見て見て見て、ほら、めっちゃ綺麗になってる。左行く左行く、めっちゃ工事してたな。あ、懐かしい。どこどこまで行ったんやって。ホールフーズマーケット。これ、あ、来た。この中華がめっちゃ美味しいんです。フライドチキンがめっちゃ美味しいんで食べます。中華ごちそうさまでした。フライドチキンウィングがめっちゃ美味しいところです。で、今から前住んでた家の前通って、そこの近くにあるブラウンカップっていうところがあって、そこのアイスラテいつも買っててんけど、今からそこに行きます。その後86スト、今ここ88ストにいるんですけど、86ストの方に行ってちょっと周りの景色を写そうと思います。なんか綺麗になってる気がする。ゴミの周りがこれです。前住んでたところです。パーティールームってあるで。ここ何、何これ、レッドグリル、メキシカンのレストランになってる。メニューあるよすごい、新しくオープンしてるお店。え、これあったけど、待って、さあ、これがあそこの角にあったやつやで。あそこの角のレストランなくなってる。ここ、こっちに移ったんや。名前一緒やもん。で、何、ブラウンカップある。あ、このブラウンカップが大好きなアイスラテのコーヒー屋さんです。ブラウンカップ、ただいま、ただいま、ベトナムもある、ただいま、これも、ただいま。最高、激うま、激うますぎる、最高です。元気そうでした。この生姜のお店もよく来てたんですけど、閉店しちゃってます。ショック、閉まってる。ランドリーも、あ、ここどうなったん。え、何あれ、あ、え、何屋さん、ここ、何、420ニュー423。もう入られへん。え、入れるで。閉まってるとこね。ブラウンカップもマジで開いててよかった。ブラウンカップ頑張ってる。クリスマスツリー用のツリーが売ってます。家の中とかベランダとかに飾る用のクリスマスのツリーです。12月になったらみんな売り出します。86のニアベです。めっちゃでかい駅です、ここの。あ、左渡った、ちょっとターゲットやから。フットロック、オールドネイビーで来てて、何これ。あ、これはないんか。あっち側に H&M とターゲットができてて、オールドネイビーか広いじゃん、結構広いよ。ベストバイ、
からクリスマスツリーライティング見に行きます。カールシュルツパークっていうところです。イーストエンドのところです。めっちゃ人おる。ここで歌ってます。ココアとクッキーのやつの列です。これみんなめっちゃ並んでる。自分で入れるやつやったっけ。コップを取ってさ、自分で量入れれるんちゃうかったっけ。絶対そうや。ホットココアです。自分で入れれます。見てくれてありがとうございました。これでニューヨークの生活の動画は終わりです。最後になります。ライトアップちょっと時間間に合わんかったってか、ココアとかのに並んでたから全然間に合わんかってんけど、歌ってるところはちょっと動画撮れたので楽しんでいただけたでしょうか。じゃあねー。Thank you, thank you. Bye.